エドウィン・リー・マシューズは元メジャーリーガー。ポジションは三塁手。屈指の強打者であり、通算512本塁側後にマイク・シュミットに破られるまで三塁手としての最多記録であった。1931年、テキサス州テクサーカナに生まれる。1949年、高校卒業と同時にボストン・ブレーブスと契約。この時いくつかの球団から誘いがあり、 最も好条件を提示したのは、ブルックリン・ドジャースだったが、マイナーリーグで経験を積むことを選びブレーブスに入団している。1952年にメジャー昇格を果たすと25本塁打を記録し、翌1953年には47本塁打を放ち、ナショナルリーグ本塁打王に輝く。1954年40本。 1955年41本と3年連続で40本類打を記録すると、以後1961年まで9年連続で30本類打以上というなリーグ記録をマーク。ハンク・アーロンと共にブレーブスの手法として活躍した。マシューズとアーロンがブレーブスで共にプレイした13年、2人が放った本類打は合計863本に上る。 1957年には初めてワールドシリーズに出場すると、第4戦でさよなら本塁打を放つなどブレーブスの世界一に貢献した。1959年に47本塁打を放ち、自身二度目となる本塁打王を獲得。1962年に肩を痛めてから成績は下降戦を描き、1967年にはヒューストンアストロズに移籍。 そのシーズン途中にデトロイトタイガースに移籍した。翌1968年も引き続きタイガースでプレーするが、衰えは隠せず、この年限りで現役を引退した。マシューズのブレーブス在籍時の背番号41。アトランタブレーブスの永久欠番に1969年指定。引退の翌1969年にフルスブレーブスは、 マシューズのブレーブス在籍時の背番号41を永久欠番に指定した。1970年にブレーブスのコーチに就任すると、1972年途中からは監督に就任。1974年まで務めたが、この1974年に後輩アーロンの715号本類が達成を目の当たりにしている。その後も、 オークランドアスレチックス参加のファームチームでもコーチを歴任した。1978年にアメリカ野球殿堂入りを果たす。2001年、肺炎の合併症によりカリフォルニア州ラホヤで69歳で死去した。ありがとうございます。